お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、なんと新しいバグがね3つほど登場してしまいました。というわけで、ちょっとそちらをねちょっと皆さんに紹介したいと思います。というわけなんですけども、昨日ねバランス調整があったんですよ。そのターレベル14以外、キングレベルね、はい、14じゃないのにチャンピオン使える人がなんかいたんですよね。はい、まあ、そういう不具合、バグがあったので、それをね運営直してくれたんですよね。はい、直してくれたんですけど、その代わりに3つほどね新しいバグを持ってきちゃったよっていうね、はい、大事件なのでね、はい、ちょっと皆さんも知っといた方がいいです。こちらを見てください。さあ、一つ目のねバグがですね、こちらユーノですね。ユーノ、突進した際にプリンスとか、はい、ダークプリンスとかのね、ダメージ受けませんでした、突進時ですが、これがね受けます。はい、なのでユーノはね今雑魚です。はい、なぜか知らないんですけど、ユーノ緊急火砲がね入りましたと。というわけで、今ねもうペッカとかねメガナイとかでユーノ使ってる方はねびっくりするが弱いかもしれない。まあでも相手がねプリンスとかダックプリとかの突進系をねないデッキだったら、まあ変わんないんですけど、まあプリプリ引いた時にはねマジでユーノ雑魚になりましたんで、皆さん気をつけてください。はい、そして3つ目がね、これですね、クロスのターゲットを取れなくなります。透明化ダッシュした際ですね、ダッシュした際にタグがね外れる仕様になってるので、だからゴルナイでこれさタグ外れるのはね仕様なのかちょっとわかんないんですけど、普通ねこれユーノに行くんですよ。そのゴルナイのタグがね、リセットされる、クロスがゴルナイ殴ってんのにゴルナイのダッシュでタワーに行くのはもう仕様なのか、そこはもう知らないですけど、普通消えたとしてもユーノに行くんですよタグは。でもユーノにね行かないです。はい、なのでユーノでねクロスボウのタグ取ろうとしても一瞬取ってもすぐ外れるので気をつけてください。まあこのゴルナイもバルクなのかな、なのでもうねこれはねやばいですね。まあクロスは強化されました。なので、はい、続いてこちらねファルチなんですけど、まあ見てもらったらわかるんですけど、これねまあ歩いていきますよと。はい、歩く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 、まあ橋渡るような渡りません。やりゴブリン追いかけます、いやでもやめちゃいますっていうので、これはねサーチアイがねロケット押しみたいになってますね。なんでこうめちゃくちゃ逆サイドまでね頑張っちゃうんですよ。だからこれファルチやばいですね、めちゃくちゃ強いっていう今事件、これはねほんとやばくて、なんかツイッターとかのコメントとかでね2017年ね、フチ選手 VS ベリン選手のバグファルチ事件を思い出すね、みたいなことも言われてたりと。はい、ファルチはやばいです。ファルチ使いはね、今嫌われるかもしれません。はい、そして3つ目なんですけど、これですね、トイトン投げようとしたら投げません。はい、こいつ、動きません。っていうバグです。なんこれはね結構ほんとなりやすいっぽいので、てかもうなるっぽいので、トリトンももう雑魚ですね、使えません、気をつけてください。なんとねまた別のバグが出てきたみたいです。というわけで、はい、これ LSP でラムライダーがね止まりません。これもう LSP も今終わってます、気をつけてくださいっていうバグがね今結構あるみたいなので、わがもっともっとあるかもしれない。そう、使ってみたら、え、何この動きとか、あれなんかおかしくねみたいなことが多分あるかもしれないんで、ちょっとね本当に不具合早く治ってほしいなって思うのはありますし、大会前になんでね、その大会とか何もなかったらいいですけど、その僕とかあとはね日本選手もですし、海外の選手とかも世界大会控えてるわけなんで、世界大会前にこれだとねもう練習にならないんでね、早くなればいいなと、まあ思いながら、ちょっとまあバグはバグでね、まあ僕はちょっとおもろいんでね、はい、その辺ちょっと楽しみながらやっていければと思うので、今日はちょっとね、バグ使って遊んでいきたいと思います。まあというのも、まあバグ使ってなんかね、ね、めちゃくちゃトロ上げるとかはあんま良くないと思うんですけど、弱体化されてるんですよね。バグによって弱体化されたユーノと弱体化されたトリトンなので、まあ、許してって。ダメかな。でバグ利用で遊ぶの多分良くないみたいなね、多分あるんですけど、強化されてるならわかるんだけど、バグで弱体化されてるんですよ。ならいいよね。っていう、まぁ、ちょっとね、ド M 的な感じで今日やっていきます。ファルチとかもね、ちょっと入れたらおもろかったんですけど、まあ、ファルチはね、あ、いや、なんか危ないよね。そう、ちょっとわかんないので、いや、すごいね、マザネクからね、これ舞台じゃなくてね、すごい、なんだろう。なんかもうね、ロイホグ出て、ホグ出てきちゃうみたいなね。そんなことはさすがにないと思うけど、まあそういうのもあったらちょっとおもろいなみたいな。トリトンでも引っ張れるのは引っ張れるのかな、これで固まるってことだね。ああ、引っ張ってくれたね、今回。さあ、今回引っ張ってくれたのはありがたい。なんだろうな、引っ張ろうと思った相手がどっかに行っちゃうと引っ張んないとかなのかな。ね。さあ、ちょっと今回は期待できるぞ。トリトンがね、固まるんでしょうね、いつか。
まあ、今回のやったらメガネとインドラムっぽいよね。まあ、ラムとかバルーンとか、まあ何でも可能性ありますけど。で、他のカードのバグはまあ今んとこ見つかってないし。なんだろう、あ、ホークかもしれないね。あ、これやばい。あの、まあ、ゴールデンおじさんね、あの、後ろ全部やれるんでね、これ。さあ、これからね、マジ強い。マジ強い。で、相手メガネとも冴えてる。いや、ちょっとうざそうじゃない？いや、これメガネ回んの？もしかして。顎？顎ですか？メガネですか？おい、いや、いいコンボですね。からの？おい、よいしょ。そう、トリトンで引っ張りながらの、まあ、言うの歩かせるか。エレキで踏んでもよかったけど。黙って痛いね。思ったより痛いね。さあ、なんで来る？メガナイティ？あ、インディート。まあ、トリトンな、ちょっと、固めたの見たいみたいなのもない？え？俺だけかな？これ。なんか、感性がね、おかしいんですよね。僕多分。ちょっとトリトン端前でね、固めさせてあげたいんだけど、普通にホグとかね、ホグじゃねえわ、メガナイト引っ張っちゃうんでね、今んとこ通常通りです。今んとこマジでいつも通り、普通のクラル走ってます。はい。まあ、こっからですね。で、ゴルネトシはマジで強いですね。あのプリンス全リセできるんでね。さあ。プリンスのこういう突進とかもね、すべて受けないです。あれ？受けてる？あれ？待って。今さ、受けたよね？受けたよね？待って、受けたよね？多分、あれ？ちょっと待って、受けないんですよ。待って、普通受けないんですよ。ゴルネあれ突進するじゃん。プリンスの突進受けないんですよ。だから、まあ、ユーノとかこの、ゴルネの突進が弱体されてる説あるな。え？そうだね。バグだよね。え、バグじゃないのか？ちょっと待って。今は多分バグなんですよね。ゴルネ突進した時に、ユーノと一緒に無敵なんですよ。だから、なんもダメージ受けないんですけど、今受けたもんね。そう、だからちょっとね。いや、でもどうなの？なんかこれさっき突進したけどダメージ受けなかったよな。なんか、微妙に分かりにくいな。でも、プリンスのカツンが入ってたのは、僕はおかしいと思うんですよ。間違いなく。なので、ゴルネも弱体化来てる説をね、ちょっと唱えたいな。メガナイトプリンスにね、ゴルネのスキルを当てると、僕の知ってるゴルナイは何もダメージ受けなかったんですよね。よいしょ。さっき普通に受けなかったよ。おお、これ受けてる。あれ、タイミングが下手なんかな。いや、待って。なんかすごい分かりにくいよね。あ、これね。あ、これはあの、受けます。今のはあの、走ってないんで受けます。僕は悪いです。あ、待って、相手うまい。待って、相手うまい。マジでうまい。ちょっと待って。やばい、普通にやばい。からの、これエレキで踏まなきゃやばいよね。やばい。いや、今のはね、なんか本当にゴルナイの突進でね、多分プリンスのダメージ防げたと思うんですけど、まあ、バグのせいにしたいけど、ただただ僕が悪かったですね、後半。はい、申し訳ナッシングという感じで、まあ、プリプリ系を引きたいですね。ユーザーがね、多分ボコボコにされちゃうんですよね。ジョニマルくんです。打っていい。あれ、さあ、コカッちゃんが来た。コカッちゃんにはね、多分、ユーノもゴルネもあんま関係ない気がするな。まあ、トリトン、あ、プリンスよ、これよ。はい、皆さん、生贄にしたいと思います。うちのユーノくん。ちょっとね、普段は受けれます。あ、ゴルネ試せばよかったかな。あ、待って、やばい。これはね、単純にいつも死ぬ。さあ、まあ、ここはさすがに受けた。あ、でも、待って。さあ、これ相手にされなかったっけ？マジで。ゴルネイってさ、突進してる時もさ、ガン無視されてた？あんなかわいそうなキャラでしたっけ？ちょっと待って。なんかわかんないんだけどな。多分、突進してる時も、相手のユニットは、ターゲットはゴルネイに行ってたと思うんだよね。俺の記憶が正しければ。そう、いやだから、今のは多分おかしいと思うんですよ。透明扱いになってるんですよ。だから。透明扱いじゃなかったと思うんだよね。多分、ですが。だからまあ、透明になっちゃうんだよね。だからクロスの竹も本当リセットされちゃうってことだよね。さあ、これちょっとゴルナイで受けよう。言うのはね、受けれませんから。あ、これ完封できるよ、普通に。美味しくね。まあ、これはいつも通りか、今のはね。突進が終わってたんでね。よいしょ。さあ、ゴルネ走らせたいけど、え？これは、はい、やらせていただきます。ジジですね。あ、待って、今、なんかゴルネスキル押した。ミスった。ボタンあったから、あ、押しちゃえとおっしゃったんだけど、世界一無駄な1コスでしたね。まあ、反映されてないから。
さあ、今回の相手は、枯渇の縦線が、スクリーンの問題というわけで。いや、トリトンも、いや、これね、見てて欲しいんだけど、多分、吹き矢に、竹取るんだけど、吹き矢が、先に行かれて、みたいな、多分、その場に残る的なやつをね、しようと思ったんだけど、いや、これ、プリンスがここで、あ、見て、これ投げようとして、プリンスが死ぬと、歩くんかい！なんでやねん。いや、今ね、多分、固まるんですよ。あんな、ね、投げようと思ったタイミングで、獲物がいなくなると、立ち止まります。俺の記憶が正しければ。よいしょ。さあ。で、こういうね、これ、マジでこれとかね。いや、投げようとしてないもんね。普通にゴリゴリ歩いてるね、今んとこ。ただの歩いてるジジイ。さあ、いや、これよ。さあ、これで、ちょっといい感じに投げようとして。投げようとしない。あ、普通のトリトンだな、今んとこ。そういう、俺の求めてるのはそうじゃないんだよな。さあ。投げようとする獲物が、いやー、なくなると、投げない。はず。意外とむずいね。その、バグを、自ら作り出すっていうのは。そう簡単にできることではないみたいですね。さあ、ここはね、ちょっとカウンター狙っていきたいですね。リバーバーン、行ってもらって、ゴルネダッシュ。で、吹き矢までやります、あれ。天才なんで、うちの子。はい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 、レッツゴーレッツゴーレッツゴーっていうね、今のはバグに見えてバグじゃないです。はい。ただただ、ゴルネイが強かっただけですね。まあ、そんなわけで、どうなんだろうな、突進系が、むずいね。さあ、ちょっとね、LSP もね、無能っぽいので、はい、LSP 型やっていきたいと思います。で、一つちょっと思ったんすけど、LSP 入れたものの、多分、LSP に問題があるじゃないっすね。多分ラムに問題があるんですよ。なんか前も、その、相手がエレジャイだった時に、ラムでエレジャイこう防衛してる時に、多分ラムがね、エレジャイのカウンター受けなかった時あったんですよ。それで多分それと同様で、多分今回はもしかしたらエレジャイのカウンター普通に受けないかもしれない、すでに。多分それと似たような感じのが、LSP でも起こってるんですよね。多分。いや、だから、多分 LSP じゃなくてラムが強くなったっていう、多分そっちのパターンだと思ってます。多分ね。いや、そう。っていう、まあ今までのね、あったバグとかもちょっと復活しながら、なんかすごいね、カオスだな。まあ今回の相手はね、プリプリ入ってないから、まあ許せるんですけど、本当に今ね、プリンス系、普段使わないのに使ってたりとかも、ね、ファルチェだったりとか、もう、いた時にはもう奥よね。いつも使わんのにラムライダーキム使ってるけど、どうしたのって。ね。お母さんに聞いちゃうよ。いつも何使ってるって。いつもホグライナーの鳴き声がするけどね。とか言ってるのもう、奥やで。さあ、エレジャイ。エレジャイじゃねえ。ゴールナイ。ナイス？ナイス？さあ、俺そうです。気づけば。相手はね、今回は、普通のラバルですね。いや、健康っていうのか。健全ですね。今なんかすごい、強一というか、やっと普通のが来たっすね。なんかあんのか？ラバパピー、もしかして、あれか？怖いわ、なんか。クローンバグとかね、ちょっと蘇ってきちゃうけど。最近なんかな、当たり前になんかのバグがあるんでね。ちょっと大変だよね、本当に。やる側も、運営も、みんな思ってるわ。さあ、というわけで、これ、対応、なんかユニット1枚出たら逆再やれば折れるんですけど、いやー、まあ、出てこなかったですね。まあ、問題は、というか、今回相手、ヤナメなんで、これ普通にエレキ無双すればね、勝てます。トリトン出してあげて、お前ってディガー出したくて、うずうずしてるからね。よいしょ。やばい、待って、いやー間に合う。さあ、これで、カウンターになるんですよ。見てもらえれば分かるんですけど。あれ、カウンターになんねえか。いや、相手これでも落ちますよね。いやー、でもマザネク欲しいな。ちょ、マザネクで豚にします。よいしょ。さあ、あ、待って、うちのマザネク。あっち行っちゃった。これやばい。あっち行っちゃったのやばいんですけど。LSP からのエレキ踏みの、さあ、相手は、これで何もできない。ユーノとかで攻めちゃってね、今の間に。で、もう一周マズネクでね、はい、いけるんで。まあ、これは普通に相性が良かったですよ。さあ、ナイスでバグもない。まあ、普通のバトルでしたね。
まあ、でもやっぱゴルナイとかユーナとかの突進系がね無効化されるってなったらマジでプリプリ系ハゲ強いっすよ。しかもね、なんかユーノとかってなんかユーノの替えはゴルナイだったけど、もうゴルナイもユーノも両方なんかねこの爆にかかっちゃうと替えがいないじゃないですか。もうそうなったらこの陸のね神技デッキとかほんとペッカデッキメガナイトデッキはね謎の弱体化っていう今ね。そうだからトロアゲとかでねメインで使ってる人マジ困るし、ユーノとか俺大好きだし気悪いしみたいなねとこあるよね。さあメガゴ、ジャイプリの可能性があるけど、まあジャイプリ少ないからね。さあ違いましたね。よかった。今んとこ普通の、まあ、ゴレとかなのかな。さあ。よいしょ。さあ、マザネク、メガゴ、ランバ。まあ、この辺は特に変化なしだと思うんだよな。どうだろう。ゴレ6コスぐらいとかで出しちゃうのかな。まあ、ランバー、ベビー、あ、ロイの可能性もあるよね。どうする？ロイジャイ。毎ターン2発打ってきたら。ゴレ、あれですね。なんもなし、スペルなしゴレみたいなやつですね。さあ、ゴールデンナイツで輝けそうではあるが、暇です。非常に暇です。まあ、これは、突進だけして、ムート確実に壊しておきます。で、あとライドラキング起動したいね。これだってキング起動をさしてくれるってことだもんね。このライドラ間違いなく。待って。待って、ミスター。LSP ミスター。やべ。やべ、お願い。あ、やべ、待って。俺、おしゃれなことしようとした。というのも、やばいわ。マジでやっちまう。ユニットでライドラ普通にキングとできるんだけど、このプリンタワーがユニットキングと。そしたらライドラの HP がマックスだったから、めっちゃダメージ受けるよなって思ったんですよ。で、ダメージ受けるの嫌だから、真ん中ユニット、もう一個ユニットでキングタワーみたいなね。プリンセスタワーのダメージ受けないようにしようと思ったんですけど、失敗したね。で、一番ダメージ受けたよ。てか、なんもなんか得なかったね。やっちゃったね。一番良くないことしたよね。しかもマザネク死んじゃったし、やばいね。流れがね、激ピン。さあ、これ、ケツ、これ。おいしい！レッツゴー！もう一個来たら、いきます。トルネもある。とりあえず走って、いや、マジ、オッケー、マジ、ダメージ稼ぎたいんで。いや、折れたら熱い。しかも、これだけ普段ゴーストなんだけど、バグを利用するために、まあ、弱体化バグだよね。を利用するためにトリトンにしたから、それがなんかいい感じになってるっていうね。たまたまね。大体攻め取るのもしたいでしょうしね。トリトンもしたい。止めたいしね。いやー。たまたまトリトン大活躍じゃないこれ。よいしょ。さあ、踏んであげて。踏まんでもよかったか。まあ、マザネク出してあげればよかったな。うんうん。いや、余裕ですね。いや、いいね。いやー、なんか健全な試合できるとなんか幸せですね。本当に。バグじゃないだけで幸せって。どういうこと？梅さん頼みます。直してください。本当に。みんなね、思ってます。願ってます。あ、ついでにチャレンジのね、デッキコピーできるようにしといてもらえるとマジで助かるんでね。それもお願いします。はい、というわけで、今ね、まあ、ユーのゴルナイの突進がね、ザコイバグ。あと、ファルチがすごい移動するとか。あと、ラムがね、なんか、勝手に強くなっちゃったとか。はい、なんかいろんなバグあるんでね。トリトンもたまにね、ハニワになっちゃうんで、そう、皆さん気をつけてください。他にも、もっともっとバグ出てくると思うんですけど、まあ僕らはもうどうしようもないので、まあバグあるけど、まあ楽しみながらね、はい、早くなるのを祈りましょう。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。